はい、酒好きな元新潟人のインチトガです。今回は、チューハイですね。こちら、セブン&アイの、ストロングドライです。こちらが、セブンイレブンでは売ってなかった、どこだっけ？どっかのスーパーで売ってた。糖類ゼロ、スピリッツ、かっこ発泡性、アルコール度数 9% で果汁が 0.5% となってます。飲み応えのある切れ味。原材料がウォッカとレモン果汁とグレープフルーツ果汁と炭酸と酸味料と氷。製造者がアシードブリュー株式会社。この商品はセブン&アイグループとアシードブリュー株式会社の共同開発商品です。となっております。完璧。甘味料は入ってないですね。レモン、まあ、グレープフルーツの味というか、ライムっぽい味がするな。で、この独特のなんか、えぐみ？なんか、喉の奥に。来るような、このえぐみ。このさ、チューハイのさ、ストロング系でさ、よくあるんだけど、その、あれだよ、味。ストロングドライ。まず、ストロングドライ。サントリーのあれにストロングドライにすんげえ味がものすごく似てる。似てるっていうか、本当に一緒なんじゃないかっていうレベルですね。そうですね、イトーヨーカドーに売ってました。あれイトーヨーカドーだったっけ？伊藤洋華堂だったかな。とにかく確かデパ地下で買ったんだよ、デパ地下で。デパ地下に売ってたんだよね。まずい。まずい。なんかね、よくあるサントリーのストロングゼロドライ。の、味。なんか、えぐみ。俺、あれ大嫌いなんだよ。ストロングゼロドライって。ものすごい大嫌いなんだよ。で、その味がまさに、まるっきり、同じ味がする。まずい。まずい。まずいな、これ。これはまずいな。うぅ。吐き気を催す。これはまずい。これは実にまずい。恐るべきまずさ。これはあれだな。やばいな。久々に、チューハイで、ここまでまずいのは、なかなかない。吐き気を催す。捨てたい。捨てたい。実に捨てたいんだけど、まあ、ただ、捨てたい。捨てたいですね。捨てたいレベル。俺は、捨てる、これ。捨てる。捨てるレベルですね。これはもはや捨てるレベルです。まずい。
サントリーのストロングゼロドライは本当にクソまずいけど、これと同じ味がする。2231。ご視聴ありがとうございました。